用心棒が用心棒らしく来てやったというのに。無垢げ？うわあ！なじめ！俺はあのキザ男が仕掛けた罠だな。まずいな。真正面から対したらナトリに勝ち目はないぞ。かい、謝るな。見つけた。出たな、化け物。が井戸を探すために人に混じっているうち、いつしか鬼どもの声に耳を澄まさなくなる。かい、払われるべきものだと、そこにいてはいけないものだと思われたことが悲しくて泣いてたんだ。洋館の北側の窪地にあるみたい。その古井戸、気をつけて、無理しないでね。東か、めんどくさいって言うな。玲子が死んだと知って、友人帳は私が預かろうと思って。さて、じゃあ俺も。それは影茶碗というやつだな。もう2週間くらい床下に住み着いとるぞ。そして人恋しくて古い民家の床下に住み着くのさ。だいたい用心棒といっても、私はお前の死後友人帳をもらう約束。バカ者、また友人帳が薄くなるではないか。にゃんこ先生。あ、おい、しっかりしろ、なじめ。おい、なんだろう、それともあのおばばあやかしの。わかった、手伝うから、この家に入らないでくれ。この時代、あの手の神は大抵気を病んだり弱ったりしているもん。坊やはやめてください。これは道がわからなくなりそうだ。帰り討ちに相投げ飛ばされたのだ。かなりダメダメな神だな。その代わりに時々会って話すようになったのだが、あやかしどもをあんなに恐れさせるのに、その面差しも。その鏡、俺にもよく見せてください。先生、しろ。てっきりそのおまんじゅうは坊やの用心棒かと思ったら役に立たないね。玲子さんもおばばを人だと、人の友人ができたと思った時の彼女はどんなに嬉しかっただろう。ああ、そうだな。この木を玲子さんが払ってやったのは。見ろよ先生、八つ原が光の海みたいだ。うわー、と貴様ら食ってしまうぞ。やめろよ先生。親父さんが病気とか良くないことだったら、人前でそんな話をしちゃいけない気がして。あやかし者か。お前また勝手に名前を返そうとしていた。ルドンナーブルーズ。こんなことになったもの。これはマダラ様。怖いあやかし者などはその気に触れただけでヤバいに倒れ、みんな迷惑していました。浮春の里といえば、うつしおからは見えぬ幻の里ではないか。そこの住人がなんでこっちに。マダラ、お前ではないだろうな。私の縄張りで低級を食ったのは。坊さんが留守なので境内をうろつけるようになったのだろう。留守？病院かな。夏目、あやかし者の気配がするぞ。うん、こっちかな。なあ、にゃんこ先生。近いぞ夏目。あ、夏目。ここでボコボコにされたか。たわいもない勝負だったが。田沼と親父さんが越してきたんだ。しばらく近づくことができなかったが。こりゃ火事だな。建物でも残っていればなんだが、このありさまではな。お前を使って里への入り口を開けさせようと思ったのだろう。田村堂の燃えかすで育った木々が反応しておる。あ、扉が開く。夏目、田沼、どこ行ってたんだ。田沼。猫は甘いもの食べちゃいけないんだぞ。猫ではない。スイーツと霜物の交互に食べるとまた格別だな。なじめ、もう一枚炙ってこい。なぜまた来た。先生が変なこと言うから気になったんだよ。にゃんこ先生、人に化けてたぶらかして食うつもりだろ。にゃん、うわ、ぶっさいくな猫。にゃん、安心しろ。数日は姿を見せめない。再び人の姿となって現れるだけでも3日は必要だろう。めんどくさ。あんなガキのためにそこまでしてやる義理はないぞ。おい夏目、そっちに。離せ。夏目、この甘ちゃんめ、逃げられたではないか。追うぞ。ん？気づいたか。
小さい頃、本当は友達が欲しかった。人であろうと、あやかしであろうと。芸術館なんぞ何しに行くんだか、さっぱりわからん。行こう。行かないって言ったろ。行く行く行く。何度季節が巡ったのか知らない。おかえりなさい。ただいま。その、会いたい人がいて、昔の友人で。夏目くん、田沼くん、とにゃんこ先生。にゃんこ先生、何か妖怪の気配感じるか。羊羹食ったから帰るか。何やってる。ポンタ、そりゃこっちのセリフだ。夏目はどうした。なぜ陣に入らなかった。人間と関わるとろくなことはない。私のデザートに手を出すな。至る所に中途半端に結界が張ってある。危ない、来るな。先生、待ってくれ。よかった、気がついたか。先生、何を見ているのだ。抱っこしたくなくなるようなこと言うなよ。オライオライオライ。夏目、お前もしやあの友人帳の力を貸していただけないだろうか。アホ、勝手なこと抜かすな。手伝ってやる義理はないぞ。夏目、すまなかった、忘れてくれ。待て、お前の仲間はどうなった。先生、関わらないと決めたのだろう。こういったところで浮かぬ顔は変わらんだろうが。夏目、アホやめろ。珍しく関わらんと英断しただろうが。着物を着た者、もしかして人間じゃなかった。先生、なんだ今のやつは、すごく嫌なものを感じた。世話の焼ける、うちら払い屋の的場だ。あやかし者を払うために、あやかし者を餌にしたり。君はあの歩道に飛び込んできた子ですね。悪いことをしました。うわっ、うわー。でも無事でよかった。アホ、貴様の神人形のせいだぞ。けど確かに気になるな。少し調べてみるかい。若くとも眼帯挑発番傘とは随分言いたい格好だがな。うわっ。もっともあやかしといってもこれは人が作ったものだが。名取さんは昨日の夜から調べに行ったきりだ。夏目、引くなら今のうちだぞ。特にあの的場は相当たちが悪い。そうか、いつも通りの発言に聞こえるぞ。ん、あそこだ。さあ走れくずども。たまにはとはなんだ。的場さんが泊まっているらしい小さな宿に一泊することになってしまった。私が代わりに行ってきてやる。だから戻るまで誰が来ても開けるな。いつもより見晴らしがいいな。それで的場のことは何か分かったのか。何の話だ。お前の式のことだ。何してくれるんだ。何か来てたらどうする。ほら、ゴテゴテではないか。お前は今までうさんくさいやつだったが。今のその女の人についててやって。先生、この件については名取家が預からせてもらうことにする。はい、そうだ。俺には先生もいるし、名取さんや柊もいる。今先生うなってなかったか。寝ぼけたのか。夏目、私に内緒で温泉と。これは長引くね。これは結構な血が流れたようだからね。まあそんなものは必要ないが、温泉には連れて行け夏目。あ、こら、こら、中に。まあお前たち騒ぎすぎだ。若い人は陶芸なんか興味ないだろう。そんなことないです。これは嵐になるぞ。
いや、別に放っておいてもいいんだがな。よかったな、ニャンゴロ。